ウクライナの戦線が次第に膠着化し、目立った戦果を上げることなく、損害ばかりを出し続けているロシアが、ついに日本へのプレッシャーをかけ始めているな。そうだね。2022年3月2日、防衛省はロシア機とみられるヘリコプター1機が、同日午前に北海道根室半島沖で領空侵犯したと発表したよ。この時、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進スクランブルして対応したんだけど、日本政府は外務省を通じ、ロシア側に厳重抗議したとのことだよ。遺憾なのは分かったから、もう少し強気に抗議してほしいよね。日本が何もしてこないからといって、つけ上がるのは阻止しないと。ああ。それにそもそもなぜこの時期に北海道の領空に対してヘリコプターを侵入させたのか、その意図をしっかりと見極める必要があるぜ。今後、中国やロシアの領空侵犯は頻繁になるのではないかとの見方もある中、日本はどのような対応を講じていくべきなのかも、この機会に考えてみたいと思うよ。ということで今回はロシアの領空侵犯が本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省の発表によると、2022年3月2日午前10時23分頃、北海道の根室半島沖の領空に、ロシア機とみられるヘリコプター1機が数十秒間にわたって、領空侵犯をしたとして、航空自衛隊の戦闘機が、スクランブル緊急発進をかけ警告を発して対処したとのことだよ。ロシア機による領空侵犯は、2021年9月に北海道知床半島の知床岬付近で確認されて以来で、その時には総発の小型輸送機 AN-26 が領空を侵犯したんだけど、ロシア軍機なのかロシアの民間機かは分かっていない模様だね。同日、松野博一内閣官房長官は記者会見においてこの件を極めて遺憾だとした上で、外務省から直ちに在日ロシア大使館に対して厳重な抗議を行い、再発防止に努めるように要請したと述べ、ロシア軍が洋の東西を問わず活動し得るとする能力があることを誇示したのではないかと、ウクライナ侵略を念頭に置いた上でコメントしたみたい。さらに松野長官は、今後、日本周辺におけるロシア軍の活動が活発化することを、懸念しておかなければならないと強調しているんだ。ここまで聞けば、いつもの遺憾法よりも強めの抗議をしたのかと、思えなくもないんだけど、防衛省の発表ではこのロシア機とみられるヘリコプターが、2021年の領空侵犯事件と同様に軍用機か民間機かについては、明らかにしておらず、民間機が誤って迷い込んだ可能性もあるとしているよ。遺憾なのは分かったからもう少し強気に行動してほしいって思っちゃうよね。この弱腰が、ロシアにどう映っているのかは分からないが、あまりにも舐められてしまうと、ロシアがどんどん民間機を装って領空侵犯を、繰り返すことは間違いないし、しっかりと対応をしてほしいところだな。その後、防衛省から今回の領空侵犯の詳細が明らかになったので、さらに分析してみようか。防衛省の発表によると、ヘリコプターが発見された際はまだ領空外で、領空に接近していることをヘリコプターに通告したとしており、その後領空を侵犯してスクランブル機から警告を発したとされているよ。このことから、このヘリコプターは革新的に領空に侵入したとみられ、軍用機である可能性が高いと思われるんだ。そもそも、相手の方から警告を発すること自体、自国の領空であると誤解していたか、お前の方こそ帰れと威圧しているわけで、こんな高等な意思表示を民間機ができるはずがない、というのがおおよその見方になっているぜ。ヘリコプターの飛行経路についても、詳しく見てみようか。防衛省によると、ヘリコプターは北方領土方向から飛来し、午前10時23分頃、根室半島南東沖で数十秒間、領空内に侵入したんだけど、この際、自衛隊機が領空接近を通告したが進路を変えなかったとのことなんだ。そのため、防衛省は飛来してきた方向や飛行経路などからロシアの機体と推定したものの、軍用機か民間機かは確定できない、との発表となったってわけ。北方領土の方面でヘリコプターを運用できるのはロシアしかいないし、そもそも意図的に北海道にやってきたのは、明らかに軍事的な威圧の意味があるとしか言えないよね。そもそも北方領土国後島、択捉島、歯舞群島、色丹島は日本固有の領土として、ロシアとは係争中だけど、太平洋戦争の終戦時の混乱に乗じて、不可侵条約を破って侵攻したロシアに実効支配されたまま77年の時が経っている状況なんだ。そのため、本来であれば日本の領土なんだから、日本の防空識別圏は北方領土の上空に設定されて然るべきなんだけど、ロシアに実効支配されているため、知床半島から根室半島にかけては、北海道沿岸に沿って設定されているんだよね。いわば日本が控えている防空識別圏の、さらにその中にまで堂々と入り込んでくる、ロシアの意図は、偵察行為か挑発行為だよな。いずれにせよ、
日本にとって不愉快な行動であることは間違いないよ。そもそも、今回の領空侵犯がロシア軍機によるものとして、何を目的に実施されたものかは全く不明ではあるものの、ロシア軍がウクライナ侵略中の事態であることから、そのことに連動した意図で行われたものと見られているぜ。ロシアからすれば、日本はアメリカの同盟国であり、今回のウクライナ侵攻に対しては非友好国として名指しで批判されていることから、明確な意図を持って領空侵犯がなされたことは事実だろうからね。ウクライナの侵略中のロシアが、なぜこのような挑発行為を行うのか、その理由は定かではないんだけど、ウクライナにとどまらず、ロシアの行動を非難する国家に対して、恫喝をしようとしているのではないかとする見方があるみたい。例えば、ロシアと国境を接するフィンランドは、ロシアによる軍事的な挑発を機に NATO 加入へと方針を転換することになったんだけど、ロシアは猛烈に世界秩序への挑戦、ロシアの安全保障を揺るがす行為と、真っ向から批判し、天然ガスの供給を停止するなど、軍事と経済の両面で圧力をかけ始めているよ。このように、何らかの反ロシアの行動を取った国に対して、ロシアからすれば放置しておけば舐められてしまうと、何らかの対抗策を講じなくてはならないってわけ。それが日本であっても例外ではなく、アメリカの同盟国である日本という部分を十分に考慮しながら、何らかの対抗措置を講じたのが今回の領空侵犯であったと見るべきだろうね。ウクライナ情勢に目を向けると、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナとの圧倒的な戦力差から短期決戦で済ませるつもりだったのが、ウクライナによる想定外の頑強な抵抗によって侵攻の遅れが生じる展開となり、国連での非難決議などに自由主義諸国からの反発が強まり、一部の国を除いて支持を失い、国際的には孤立している状況だよ。特に、アメリカを中心とする北大西洋条約機構 NATO に対しては、ロシアを脅かす存在として最も敵視しており、現在のロシアと隣接する国家が NATO に加盟することを極端に嫌っている。そのことが、ウクライナへの侵攻のきっかけであったとも言われているんだ。実際、ウクライナ侵攻後には NATO 加盟国を中心として、軍事物資の支援が継続して行われており、ロシア軍の短期決戦のシナリオは、これらの軍事物資の提供によって挫折させられたとの見方が大勢だからな。ロシアが面白いのは、NATO のバックについているアメリカ。強いて言えば、日本のバックについているアメリカ。とにかく、アメリカに対して直接攻撃を仕掛けることはせず、その表に立っている諸国に対して声を上げ、軍事的な圧力をかけている点だね。本当にアメリカにムカついているなら、アラスカにだってアメリカの領土や基地はあるし、堂々と西洋諸国の上空にロシア機を侵入させるぐらいするだろうから。でも、実際に行っているのは天然ガスの供給停止。それにフィンランドや日本等周辺国への領空侵犯、あまりありすぎると、バックのアメリカがガンガン出てこられては困るからだよね。それでも自分たちも苦しいとは言えないロシアは、同じくアメリカを敵としている中国に助けを求めたようだが、勝ち目のない戦争に引きずり込まれたくはないと、中国は当たり障りのない返事をして、実質的に軍事的な支援は行わないゼロ回答を行ったようだぜ。それでも、アメリカ憎しという面では共通の友だから、今後2カ国が共同して G 行動に出る可能性は捨てきれないってわけだ。現に、2カ国の爆撃機が演習の一環という名目で、日本の領空を侵犯する事例は通年で起きているからな。ウクライナ侵攻が仮に終結したとしてもロシアが領土的野心を失ったとは考えられないよ。ロシアという国は、もともと不投降政策と言われるように、南へ領土を拡大することを国是としている傾向があるから、ウクライナとて、黒海を経由して地中海への出入り口であることから、侵攻の理由は十分にあったわけだからね。このような流れからすれば、プーチン大統領が次に目を向けるのは、アメリカと関係が深く海を隔てて国境を接しており、すでに領土問題が起こっている日本であることは必然と言えるんじゃないかな。軍事的には、領空侵犯に対するスクランブルへの対応を見れば、その国の防空体制の実力がわかるとされており、戦闘機が現場に到着するまでの時間や、領空を侵犯した際の対応から侵攻の可否を判断すると言われているよ。今回の場合、航空自衛隊のスクランブル対応は優れていると評価されていて、明確な問いかけ、そして侵犯後の対応を取ってみてもロシアが、そう簡単に手出しができる相手ではないと考えるには、十分な対応だったと思うんだ。アメリカと日本が安全保障条約を結んでいるとはいえ、アメリカが北海道を守るために共に戦ってくれるのか、現状のウクライナ侵攻への対応を見ると、北海道どころか日本そのものを見捨てることだってあり得るのではないかとの見方もあるぜ。そんなことがなければいいと願うだけでは領土を守ることなどできないもんね。現状をようやく認識し始めたからなのか、日本国内では自らを防衛できるだけの戦力と、
ロシアに対する抑止力を持たねばならないとする声が大きくなり始めているよ。これまで、アメリカの核の惨禍でぬくぬくと平和を満喫してきた日本は、今こそ現実を見据えて変わらなければ国を滅ぼすことになってしまうかもしれないよ。日本のスクランブル発信回数は、なんと世界でも1位2位を争う頻度だからな。その頻度に、アメリカ空軍パイロットも驚いたそうだぜ。現状では、ウクライナばかり目が行きそうだけど、その次には日本が危険という、絶妙の位置にいるという事実からは、目を背けてはいけないよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。